俺これ好きなんですわ。この格好も好きやしね、この仕草もいいしね。この人ね、あの元あの淡路の教えますよ、淡路の銀行員だったんですよ。ほいで一名と大分はね、あの別品とか男前多いですわ。ほいでわしの知り合いの長崎のナンバーワンやったね、1メートル60何個さんという人も大分ですわ。身長1メートル62グラムまでね。でこれね、あの堺のスナックで知ったんですわ。音は来ないな。なかなかこういう人、お、かっこええな。こんな男いませんわ。俺もこれ歌うんですよ。今度バッグに3000万持って歩こう。いいでしょう。で、これ思い出したわ。あのね、兄貴の教えつのなんですわ。ビルマじゃねえ。インドネシアにね、バリ島にね、東京ドーム6個ぐらい持ってます。そうですよ。本も持ってますよ。で、その人ね、あの、100万を、まあ、貯めたのが大したもんやね。総長ですよ、大阪の。暴走族のね、暴走族の中で総長。ほいでね、現地人が100万貸してくれって言ったんですわ。向こうですごい金ですわ。土地を10万坪ぐらいもらったんですよ。そしたらね、あの、よその国の人がね、それ買い取り来たんですわ。それで当たってね、何億入ってね。だからその人もね、人に優しかったんだね。俺も人が優しいでここまで来ましたわ。なぜかというとね、福祉もね、ある酔っ払いがね、45円しかないから酒代貸してくれて市役所の前に来たんですよ、勉強してるときにね。で、それやって、その、わしの友達を、まあ、生活を得れたの俺だけども、歌詞をね、60なもので。で、もう8年経ちるけど、それ、その人、福祉、部屋帰らしてやってね、この岸本の辺に。で、福祉受けようって業者が言うてね、わしも後押し、やれたかかったとかで後押ししたんですわ。で、その CD の歌手に、大阪の歌手に回って、そこから俺に来たんですわ。だから、福祉の姉ちゃん今ね、6人来てんの全部その人のおかげですわ。だから、元は俺やけどね。だから人間ってね、役立ちますわ。世話になってますわ。だからこの子にね、先月も米500グラムやってね、1キロやってますわ。おかずも2、3000も出してね。ほいで今度、神戸牛でもご馳走しますわ。ほいでね、コロンビア大学の人間とも知り合ったんですよ。Wi-Fi ない時。ほいでね、次言いますわ。あ、かっこいいね、やっぱ。俺こういう格好好きでね、俺もこの、俺にちょっと似とる。言うと、コロンビアだけど、中東って覚えたけどね、トルコの辺ね。ほいで、皆さん知らないですよ。ほいで、アフガニスタンとか、トルコの人の話がええわ。ほいでね、俺はね、得意でね、大物なんか知り合いがものすごいんですわ。だからそういう性格なんやね。四国の豪族の、越後北条家の子孫ですわ。天皇陛下と。だから、わしみたいな人物もおるということ。ほいで、よう生き抜いてきた。ホームレスも5年やって。ほいでね、絵描こう人って、このね、あれ3万ですよ。なんとか中古で6000円やけど、銀の穴つけて、ポケットモールがつけた木を、タコボケは。ほいで、コロンビア大学のね、人と知り合いました。一回止めろ。コロンビア大学、やっぱ音楽いいな。コロンビア大学のとこ、おっさんと知り合いました。80人の足曲がってるけどね。もう金ないとか言うと、もう元気なおっさんでね。今度焼肉を、それで、マニラ行ったら殺される言うたら、10人でも20人でも殺されるってから。まあ一応いか、ベトナムの宝石はだから従業員に作らせていきます。俺昔からね、カーニバルの飛行機乗って人にスカウトさせようとか、そんなこと言うとんですわ。俺セブンイレブン買収するとかで、三井住友のカード、俺、一回取りたらね、カード破られたんですわ。あれでダメでね、取られたんですわ。向かってきて、ね、買収するとか、野村証券買収するとか、そういう性格です。だから、ぼちぼち。だからね、5年でトトラが姉になったんですわ。だから、わしは2、3年で作ります。そういうことで。四国の豪族の出身ですわ。すごいですね。これ、ねえな、この農家、これな。これ、わしね、大物の知り合いってね、歌手の人ね、テスラ捜査に乗ったの。話、次元が違いますわ。ほんで、足屋の300坪のお嬢さんとも出てる。この人知ってるらしいです。堺のスナックよく来るらしいですわ。一回行きますわ。以上。